ムーア城はジブラルタルにある中世の城塞。様々な建物、門、城壁からなり、最も特筆すべきなのがタワー・オブ・ハミジとゲートハウスである。前者はジブラルタルを訪れた者ならば、誰でもはっきり目にすることができるが、それは際立った佇まいも、さることながら、その支配的、戦略的立地にもよるものである。 近くのスペインのアルカサルとしばしば比較されるものの、ムーア城はマリン町が建てたという点で、イベリア半島でも得意な存在である。城の一部はかつてイギリスがジブラルタルの刑務所として使っていたが、これは2010年に移転した。ムーア城のクイーンシャーロット法大ネアンデルタール人の時代から古代人、ムーア人、スペイン人、現在のイギリス人と、 ここを訪れ征服した多くの人々と文明にとって、ジブラルタルは常に特別な重要性を持つ地だった。ムーア人の支配は、今のところ、記録に残るジブラルタルの歴史の中で最も長い、ものである。これは711年から1309年及び1350年から1462年、合計710年にわたるものだった。イスラム教徒とキリスト教徒双方にとっての、 ジブラルタルは、ムーア人のヨーロッパへの信仰と支配が711年に、この地で始まったという点で重要なものとなっている。ジブラルタルは1462年に、スペインに奪還され、ムーア人の支配は徐々に衰えてゆき、1492年には、グラナダが陥落し、ムーア人によるヨーロッパ支配は781年目にして終止符を、打った。ムーア人のスペイン侵攻は、 ラーリクイブンズ・イヤードとムーサイブン・ナサーが率いたものだった。各してジブラルタルはスペインを呼び、フランスの一部に侵攻する際の足掛かりとなった。この見事な軍事的成果は、たった22年で成し遂げられた。侵攻した距離、当時の地勢、未だ機械力が発明されていなかった点で、これは並外れたものである。ジブラルタルの戦略的重要性は、 ムーア人支配の末期に高まった。というのも、キリスト教徒側がグアダルキビールダニを手に入れて以降、グラナダ王国と北アフリカのムーア人領土の連絡において、ジブラルタルは重要地の一つとなったからである。ムーア城の建設は8世紀に開始されたが、いつ完成したかについては記録にない。その城壁は、上はジブラルタルの岩の上部、下は海に至るまで、 かなりの面積を囲っている。最も目を引くところといえば、まず高所にある塔、いわゆるタワーオブハミジであり、その下には様々なテラスや縦眼付き橋壁がある。他にマリアネ付きのがっしりしたゲートハウスがある。タワーオブハミジはイベリア半島でイスラム時代に建てられた塔の中では最も高いものであり、城のカスバはこの地域で最大である。この城は、 アラブ人によるイベリア半島攻略で重要な役割を果たした。アラブ人たちは2年で半島の大部分を征服し、後7世紀にわたってヨーロッパの一角を占めることになる。それゆえこの城はジブラルタルとイベリア半島のみならずヨーロッパにとっても重要な遺産だと言える。1309年から1333年の短期間スペインに支配された後、 ムーア人が再度ジブラルタルを占領する際に城はほぼ破壊されてしまい、現在のタワー・オブ・ハミジ及び現存する城の部分のほとんどは14世紀初めの2度目のムーア人、支配時代に再建されたものである。現在、ムーア城はジブラルタルを訪れる観光客に最も人気のある名所の一つであり、1995年に発行され今も流通している後、 ジブラルタルポンド貨幣の里面にも描かれている。ムーリッシュキャッスルあるいはスペイン語のエルカスティーョは地元ではムーリッシュキャッスルエステートがある城周辺の住宅地を指すこともある。城の一部はかつてイギリスがジブラルタルの刑務所として使っていたが、これは2010年に移転した。ありがとうございます。